ちなみに今何人ぐらいですか、経験人数は。経験人数、お姉さんの経験人数って今何人ですか。え、ごめん、メイン不正で OK です。ちょ、経験人数やってみたいかやってみたくないかで言うと、ちょっと、じゃあちょっと改めましてインタビューよろしくお願いします。ちなみにお姉さん初体験の時、ちなみにいつ頃でした、何歳の時。中3。中3だったんですか。はい、経験人数。え、それってその彼氏とかだったんですか。はい。あ、そうなんですね。逆にお姉さんの初体験はいつ頃でした。18。あ、18。え、じゃあ大体同じ感じの頃。え、だ13でしょ。私高3の時。中3と高3か。あれ逆に知らなかったんですか。え、知らなかった。去年の10月ぐらい。マジで。おー、それ初めて。おめでとうございます。ありがとう。あ、そうなんですね。それちなみにパートナーでした。もうまあ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 いい感じの、まあ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 。ちなみにお姉さんの経験人数って今何人ですか。いや、私だっけ。言える範囲であればいいんですけど。え、ごめん、メイン不正で。 OK です。ちょ、経験人数まあ12以上。まあ12以上。ちなみに15より上は行く。いや、それはそれは行かない。じゃあ10何人ぐらい。あ、そうです。ちなみにお姉さんの経験人数は1。うわ、やばお前。最近その卒業された。ありがとうございます。お前いい子すぎる。パートナー探すときって経験人数とかって相手の経験人数気にされたりします。まあ気にするか気にしないかでいいんですけど。しない。あ、気にしない。え、お姉さんめちゃくちゃ爆笑してます。めちゃくちゃ気にしない。気にします。マジ意外。え、ちなみにじゃあ何人、じゃあリミットってあります。何人以上だったら私ないわ。え、12。あ、10人超えたら。10人超えたら。マジ。逆にお姉さんリミットあります。これ何人超えたら。ない。好きな人ならもう。え、本当ですか。やばーお前。え、じゃあもう100人とか。え、本当ですか。ちなみに今これ海外の方結構見てるんですけど、海外の男性とそういう夜の営みとかってありかなしかだったらどっちですか。ちょっといい。あ、なし。なんか、それなんで。え、なんか海外の人がちょっとタイプじゃない。へー、やっぱイケメンとやりたい。はい、はい、え、でも海外の結構イケメン多くないですか。え、海外の人のイケメンって顔濃いじゃないですか。顔濃いじゃないですか。あ、こういうことじゃなくて、なんか、そうです、そうです、なんかちょっと塩顔が好きなんですよ、私。 あっさり顔というか、はいはいはい、塩っぽい感じの爽やかイケメンか。そうです、そうです、そうです。お姉さん、海外の人と。彼氏なら。あ、彼氏なら。パートナーだったら、あれ全然ありだよ、みたいな。お前やばすぎる。好き同士なら全然。確かに。じゃあもう好きになったら何でも OK だって。ちなみに経験人数って何人か、ちょっと言える範囲でいいんですけど。言えないです。言えない。ちなみに片手に収まるか収まらないか。収まんないです。ちなみに両手では収まらないです。じゃあそこまで言ったらもう何人か。え、無理無理。全然覚えてない。きつい。いや、覚えてるけどきつくない。3、2。待って、ガチで言う。20です。20。お姉さんの経験人数は片手で収まります。本当ですか。本当です。片手で収まるが。ガチガチガチ。彼氏としかしたことないです。あ、そうなんですね。ちなみになんですけど、海外男性とそういう夜の営みって OK かダメかだったらどっちですか。彼氏だったら。うん、彼氏だったら。彼氏だったら、うん、そういうワンナイトの関係だったらなし。なし。あ、ちなみになんですけど、お二方の最初した時って何歳ぐらいだったか覚えてます。去年です。ちなみに今おいくつですか。年齢ですか、はい、17です。え、去年。それファーストでやった方はパートナーですか、それともデートで行った。ちなみにお姉さんの初めてはいつ頃でした。中2か中3。あ、はい。え、結構周りの人たちってどれぐらいでした、平均して経験に。あの卒業時期とか。え、でもみ分かんないよね。でも大体高校生。大体高校中3終わりか高1、高2ぐらい。改めてインタビューよろしくお願いします。経験人数って今何人ですか。私したことないです。あ、そうなんですか。え、ちなみに今おいくつなんですか。今20歳です。20歳か。ちなみにお姉さんは経験人数今おいくつですか。ないです。え、本当ですか。2人とも。2人ともないです。お年齢は。あ、20歳。あ、そうなんですか。え、結構その周りの友達の中では珍しいですか。あ、珍しいかもしれないよね。珍しい。あ、珍しい。いるよね、でも周りは割と。え、周りの女性とか大体経験人数何人ぐらいが多いですか。平均、大体私の周りは1人2人。片
片手くらい。あ、片手くらい、はい、最初にエッチしたのって何歳ぐらいの時かって覚えてます？だいたい高校1年生。あ、高校1年生、はい、ちなみにそれってパートナーだったんですか？あ、はい。あ、ちなみにパートナー以外の方とそういう経験されたことあります？お今海外の方は結構見てくださってるんですけど、ちなみにそういう人たちってどこら辺で出会うことが多いですかね？飲み行ったりとかした時ですかね、基本は。え、じゃあもともと友達の友達とかで一緒に飲み行ってっていう感じで？そうですね。そっか。え、アプリとかあんまり使わないですか？やったことないです。あ、そうですね、はい。え、ちなみにそれって理由とかってあります？アプリ使わない理由とか。え、なんか顔見えないし、なんか話してないから分かんないのがちょっと怖いなっていう。え、あの Tinder みたいな写真だけでもちょっときつい？なんか怖いですね。あ、実際に友達の友達とかで実際に顔と顔を合わせて会った方がいいなっていう、はい。ちなみになんですけど、海外の男性と今まであのワンナイトとか夜の営みってされたことあります？あ、ないです。ないですか。ちなみにあのそういう経験があったらやってみたいかやってみたくないかで言うと、ちょっとそれはちなみに何でですか？なんか自分がそんな英語とか喋れないんで、なんか難しいかなってコミュニケーション取るのが。はいはいはい。でも逆に海外のその海外男性でちょっと日本語喋れたら、あ、じゃあまあデートとかにも行ってもいいかもなみたいな。まあ、ちなみに今何人ぐらいですか、経験人数は？経験人数15ぐらいです。おお、はいはい。え、初経験は何歳の時に卒業しました？え、それは半年ちょい前です。え、ちなみに今おいくつですか？今17です。あ、17か。え、それは彼氏か何かパートナーですか？いや、違います。お、ちょっと詳しく教えてもらっていいですか？なんかあの Tinder で会ってからのみたいな感じ。じゃあ例えば、じゃあパートナーにする相手の経験人数とかって結構気にされたりします？経験人数気にします。お、ちなみに何人以上だったら、あ、違う、何人以下だったら OK とか、ボーダーとかあります？いや、5人はいてほしいです。逆に経験ある方がいいから。逆に何人以上だったらアウトって感じですか？20人以上。え、ちなみに今まで経験した中で海外人男性とかっていました？海外人はいなかったです。え、ちなみに海外の人とやってみたいかやってみたくないかだったら？いや、でもやったことないからやってみたいの。え、ちなみにあの海外の男性ってエッチってどういうイメージあります？海外の人ってこうエッチしそうだなみたいな。なんか日本人より激しそう。あ、え、ちなみに激しいかソフトだったらどっちがタイプですか？なんか後半激しい派がいいです。最初ソフトで。はい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 。じゃ、これ結構あの海外の方見てくれてるんですけど、はい、ちょっとアドバイスで、もし日本に来たタイミングで日本人女性とやることがあったら、ちょっとこれ気をつけて、ちょっとアドバイスだけちょっともらってもいいですか？あ、最初から激しいのはやめてほしいです。はい、はい、じゃ、徐々に激しく。はいはい、ありがとうございます